ロプシ2号です。本日も頑張ってまいりましょう。久々ですね。 SBT0333333333 ですね。演能会来ていただいて、やっぱり感じてましたか、ブルームっぽくなってるの。前回伺った時に、あれブルーム出てる気がするなって思いましたよと。自分のところと品種も違うからかなと思ってましたが、もしかすると計算がかなり関係してるのかもしれませんね。 葉がパキパキ折れるのはびっくりでしたね。黄色くなって枯れちゃってるやつまでパキパキするんですよね。ということで、やっぱバレちゃってました。まあ、バレてるというか、あれ2品種入ってたんですけど、特に1品種側が白くなってました。ただあれ寒暖差というか、朝方なんだろう、晴れてくると乾いてくると日中になると落ち着くんですよね。で朝方収穫してる時に、だからちょっと水滴がついててちょっと白っぽくなる。だから全体的にもう出てるもんはあったかな。でもそんな気にならない。うん、乾けばその白さが落ちるみたいな感じで、うん、でなったんで特に問題なかったんですけどね。なので今日懸垂社の社長が来られたんでちょっと確認しましたけど、やっぱりブルームレス大義に継いでるんで、やっぱブルームレスキュウリみたく真っ白になることはないだろうと。うん、もう品種の特性がああいうふうにキュウリの実が白くならない。木の方にはたっぷりいくらしいんですけど、実はそんなに気になるほど白くはならないんじゃないかと。うん、だからSBT さんが感じていただいた感じ、うん、なんですけど、あれ詰めちゃうと分かんないんですよね。うん、よく言う継いでるかぼちゃの上のキュウリ、ここの株元から根っこが出ちゃってとか、中に入って要するにキュウリの根っこが地面に届いちゃうと本当に白いキュウリがなったりしますけど、またそれとも違うのかなと思ったんですよね。うん、特に角屋根からですね、かな感じたのが、 MN プラス使って角屋根から、うん、SC 懸垂者の SC 使ってることはそれはなかったんですけどね。 MN プラス結構そこそこ出がらしいとか言って500リッタータンクに溜めてたやつあげてて、なんか出た気がしますね。うん、まあ問題ないレベルなのかなと思って、うん、います。はい、まああとほんとパキパキだから、キュウリもトゲが出てるじゃないですか。あれが結構トゲトゲするんで、やっぱ手とか入れた時に痛いというところで、やっぱ長袖手首カバーみたいのが体出ししてる時も必要になるのかなと。はい、そんな感じですね。それから銀スポさんですね。計算資材はうどんこ予防に使ってます。出るときは出ますが、まあ環境で出ちゃうんですよね、どうしても。予防という感じですね。商品名軽水、はい、私も存じ上げてます。まあ使ったことはないですけど、はい。不織さんはフルボさんと同じですかねと。勉強不足ですみませんと。青果圏の有機フルペレットも確か不織さんでしたよということで確認取りました。これがですね、一緒に不眠酸というのも出てくるんですけど、不眠酸、フルボ酸は腐食物質、ヒューミンと言われ、有機物、有機質、有機物質、特に植物の分解で作り出されますと。どちらもキレート力、掴む力でミネラルやアミノ酸を運び、過剰なミネラルを排出する働きがありますということで、ちょっとここに出てきます。こんな感じで出てきて、A 不眠酸、ここですね。アルカリ水溶液に加用と溶けると、アルカリ液に溶けるってことですね、不眠酸は。ということは、フルボ酸 B はこれが酸性溶液に加用、溶けるってことですね。でこれがあるみたいですね。イメージとしては A が不眠酸の中にフルボ酸が、だから希少なんですよね、フルボ酸っていうのは。うん、そういう分類で、腐食酸と言ってるのがもうまさにこのことみたいですね。うん、腐食度って書いてあります、ここ。そうですね、それが要するに製品によって何パーセント含まれてるとかいうところですね。なのでちょっとアズミンが気になったんですけどね、あれ1トン分、1体で1トン分みたいな、嘘でしたね。
ップがあります。アズミンのこれ説明ですね。うん、アズミンはここか。腐食酸を約 50% 含んでいるか、30から40キロ摂取するだけで堆肥1トン分か。なるほどね。だから1体20キロなんで2体から2体ぐらいかで1トン分と、2トン分やりたければ4体。うん、そしてこちらですね、生花系有機フルペレット、はい、労力的に堆肥施肥が困難な場合や完熟堆肥が入手できない時、肥料の残効性が多く堆肥の投入を見合わせるなどの場合などに腐食酸補給に有機フルペレットと。これ見てるとすごいんですよね。ちょっとまあ5体から10体100キロから200キロ10新たに入れてくださいと。でこれが成分か、なんかよくわかんないですね。あ、有機質が 64% と、64% と、その中の88%が腐食酸ということですね。これ値段が出てこなかったんですよね。アズミンは4000ぐらいだったんですけど、まあその辺でコスパで使い分けてもいいのかなと思いました。混ぜてもいいのかなとか。うん、ありがとうございます。有機フルペレットですね。これはここの2つのボタンを長押しで、はい、スクリーンショットピオさん撮っときますんで、はい、永久保存版ですね。それからタカコさんですね、塩了解しました。私も見てみたい、成長楽しみ。そうですね、私もなんとか塩って言われてる資材は初めて投入しますんで、うん。それからテンバットさんですね、メロンは肥後グリーンが美味しいですよ。最近の熊本の推し麺です。推し推奨しているメロンってことですね。糖度が18度ぐらいになるみたいですよと。うん、甘いな、こう甘いでしょうね。で返信ですね、田中の農園さん、京丹後メロンもよろしくっていうことで、お二方のおすすめするメロン、私からちょっと紹介してさせていただこうと思います。こちらが肥後グリーンですね。はい、ヘタがついてるやつ、うん、うまそうですね。肥後グリーンは果肉が緑色のネット系生肉メロンですと。奈良県の株式会社うんぬんですね。なるほど、こんな肥後グリーン、熊本の推し麺ですからね。なるほどね、肥後グリーン、はい。そしてはい、京丹後メロンですね。これもうまそうですね、本当に。もうなんかもう私もメロンはお袋がよくスーパーとかで買ってくる、まあメロンなんで、こう高級メロンは食べたことがないですね。肥後グリーンと京丹後メロン、これ糖度15度以上だからもっとなるってことですよね。皆さん見てたら食べたくなってきますよね。基本的にあれ、これは一株に一つなる感じなんですかね。だから希少価値がありますよと、ということですよね。一株に一個。お腹が空いてきました。それからテンバットさんなんですけど、私だけかなと、広告の腹筋が 6LDK がじわる。がじわるか、広告って皆さん違うのかな、分からなかったらスルーしてください。ちなみに私の腹筋は 1K ですと。私はどのぐらいになってもうくっついちゃったかな全部これ なんだか最初確かに分かんなかったんですけど、ボディービルダーとかがあれなんですね、掛け声ですね。最後っていうか決めのポーズ取った時の腹筋の割り方
腹筋が 6LDK とか言うわけですね。私見たことないんで、今適当なこと言っちゃってますから、まあでも笑っちゃいましたね。うん、あの綺麗に6個に分かれてる腹筋ってことですよね。うん、腹筋が綺麗に鍛え上げた腹筋が6個に分かれてるんで 6LDK って言ってるんですよね。で広告に関しては結構なんだろう、私は出てきてないですね。これは腹筋 6LDK は出てきたかな、1回ぐらい出てきたかもしれないですね。皆さん多分違うと思いますね。なんか、よく見られる動画とかが違えば表示される広告も違ってくるんだと思うんですよね。なんかなんだろう、 AI じゃないですけど人工的に Google がなんか YouTube か割り振ってるような気がしますね。その人の好きそうな広告を流す。だからつって天罰さんが腹筋が好きとかそういうことではないんですけど、あの私の個人的な感じです。だから完璧じゃないんでしょうね、広告選びも YouTube の、動画とかも なんでそれがおすすめ動画に上がってくるかっていうのが上がってきたりしますからね。それからヨウさんですね。ごめんけど僕はシャタラーじゃないわ、僕はシノラーだよ。くるくるミラクルの CD 持ってるし。調べちゃいましたよ、シノラ。まあ、あの、いや、もう当時流行ったのは覚えてるんですけど、篠原ともえ。こちらです。なんかすごい綺麗になりましたね。1979年、僕の4つ下だったんですね。あんま離れてない。ヨウさんの5つ下か？そう、今まだ活動中なんですね。1995年活動開始。今なんだ、タレント、デザイナー、音楽プロデューサー、個性的なファッション、で強烈なキャラクターでシノラーブームを巻き落とした。フルタッチプロジェクト所属、篠原智恵さん。懐かしすぎますね。ちょっとなんだっけ、くるくるマジックの動画 YouTube にあったんで見ちゃいましたよ。歌はうまいと思いますね。はい、ようさん、シノラーのファンで何よりです。そして返信、はぐら農園さんですね。すみません、人それぞれですね。改めて皆さんこんにちは。ってもう完全にもうだから、ようさん余計なこと言っちゃいましたか、これもしかして。はぐら農園さんがちょっと気を悪くさせちゃったらどうするんですか、ヨウさん。まあもちろんヨウさんにはそういうつもりはなかったんでしょうけど、泣いてますからね、ヨウさん。焦ってるっていうか、泣いてるっていうか、これ泣いてるんでしょうね。申し訳ございませんってことですね。まあ、シノラーですよね。はい。はぐら農園さんあんまり気にしないでください。あの、ヨウさんのキャラが全開に出ちゃっただけなんで。はい。以前もあの、宮崎ののりゆきさんにすごい迷惑かけてますんで、そういうことをたまにやっちゃう人なんで、本当に申し訳ないです。私からも。はい。ヨウさん、もう気にしないでください。はい。あ、これ、ゴメストンダさん、コメント削除されたのかもしれないですけど、これがあれか、キュウリにクイックドロップはあまり意味ないのですかと、いろいろ考えてたら頭が混乱するなということで、私も、まあ、ちょっとトマトなのかなとかも思ったんですけど、ちょっとこれは今後の課題ですね。私もちょっと勉強して、温度に差をつけて、生殖成長に傾けるっていうような、温度と湿度がやっぱり夕方も必要になると。どのぐらい落とすとか、要は生殖成長に傾けたいんですよね。で、身の肥大に持っていきたいというところで、ちょっと勉強します。多分すごい勉強されてる方は地元でも、はい、いらっしゃいますので、まあ、会う機会が合えばですね、聞きたいと思います。それからですね、これ、この晴れについて、ヨウさん、ジンジンさん、タカコさんから、コメントいただきましたね。これ全く痛みもなくて、ちょっと今腫れてるかなって感じ、腫れが突っ張るかなって感じするんですけど、あれですね、ダブルさんちの被覆の張り替えに行った後日ですね、だからなんかやっぱここに負担かけたんかなと思って、突然痛みもなかったんで突然見て、なんだこれと思って、はい、ガングリオンっていうらしいですね。
うん、まあ昨日より今日の方が若干コブが小さくなったんで、ちょっとこのまま様子見ようかなと思ってます。はい、ジンジンさんからもメッセージいただきました。知り合いに確認してもらってってことで、ガングリオン、うん、なんかこれやっぱあんまでっかくなるようだとボコッと注射とかで抜いたりとかしないといけないんですよね。邪魔になりますからね。あとはでかくなりすぎると神経圧迫するんでってことで、うん、様子見ます。はい、下手にこう揉んだりとか、ちょっとそうしこりみたいのがあるんですよ。うん、そうちょっと様子見ます。なんかあと何日かすれば消えそうですね。ただそうここの指なんですけど、多分どっちかの腱が切れてるんですよ私。うん、なんか変な方向に曲がるなと思ってたんで、多分そこで疲れが溜まっちゃったんかなと思ってますね。うん、腱が切れてるんだったら手術して直せって。というとですね、ここ私この指、小指腱が切れて手術して直してるんですけど、見事になんか形が、ピオさん見事に形が変になっちゃいましたけど、小指が、そうこの指、はい、おかしいですよね比べれば。うん、太くなってますね手術したんで。そうまあ部活でやっちゃいましたんで、ちょっとこれは様子見て、痛みがないんで。うん、それから榎本さんですね。以前の動画ですが、ハウスの温度とかスマホを表示されていましたが、それを真似たく動画で公開してもらえたらありがたいのですか、ということで熱意をすごい感じました。そして多分そういう知識があるですよね榎本さん。私全然なくてですね、私が作ったわけじゃなくて、どういうふうにちょっと製造した人にちょっと連絡取ろうかなと思って、ちょっとコメント覗いたらトモさん返信ですね。栽培レコーダーキュウリ君で動画検索すると制作者にたどりますつきますよということで、ちょっとしばらくここにですね、YouTube 動画上げてますんで、制作者、はい、これチャンネル名ここに書いておきますんで、はい、ここかな、この辺によく入れますよね私、はい、長いんですけどチャンネル名が元 NSD さんですね、はい、そこで多分そこそこの情報は分かるのかなと。あとはもし分かんないことがあればコメントをいただいていただければいいのかなって。でもしそれでよければその旨私も連絡取れますんで、元 NSD さんと、はい、連絡入れておこうかなと思います。はい、そういう形でよろしいでしょうか。直接YouTube 動画の方でコメント対応していただくっていう形で、はい、まあ NSD さんもコメント気づけば、ただなんか年末年始とかすごい忙しそうだったんでもしかしたらってのありますけど、 YouTube のコメントに気づかないかもっていうのはありますけど、はい、そういう形でお願いします。はい、私もちんぷんかんぷんなんですよ、環境制御装置制作とかになってくると。はい、スマホで見れて、うん、便利ですよね。うん、でトモさんありがとうございます。それからタカコさんですね、携帯電話で管理状況ができるんだねと。そうなんですよ、猫が卵を食べるの、ピオちゃんが卵を割った後に食べるの、野良猫なの。おそらく野良猫ですね、あそこの最後に。今も泣いてますね、ちょっと盛りが来ちゃってるみたいですね。そうピオが間違って割っちゃったやつとかも小屋の中入って食べるし、産んで気づかないと食べちゃうんですよね。ずっと見張ってるんですよねピオが、産むまでそうだから下手に外に出しちゃって外で生まれちゃうとピオに卵、猫はずっとこの塀の上とかから狙ってて、ピオがもう温めないんで、基本的に産んだらブラーっといっちゃうんで、それを狙って食べちゃう。器用に食べるんですよね穴開けてそうそういうことが何度もありましたね。それから未来さんの提供って、あれだけの提供は少しだよね、少しだねと。作付けできるのは何本くらい作付けできるのっていうことで、あれは本当に自宅でちょっと話させてもらったんですけど、来てもらって未来プラスさん3人に、その時のサンプルとして本当に小さい小袋のやつなんで、実際ハウスに投入するのは100坪分の資材ですね。うん、大地の天使と爆発石ミネラル塩と、あとはソイル革命、これをまあ100坪分入れます。はい、それから A さんですね、懸垂者のニャンダさんも素敵紳士ですが、未来プランさんのも素敵なお三方ですねと。1分36秒、これは
笑顔でってやつですね。違いますか。1分36分人柄が現れていますね。自作が楽しみですとか、楽しみですね。なんか初回だからちょっと多めに入れたいなっていうところもあるんですよね。基本的に微生物資材なんで、だからちょっと多めに入れときたいなって。だから100坪分っていうけど200坪分ぐらい持ってくる、来てくれると嬉しいなと思ってるんですけど、それを100坪に詰めて入れると。それからホークスさんですね。残った根っこ自体線虫の餌になってしまいますと。私ならミライプランさんのアドバイスに従わず、できる限り根っこハウスから持ち出して焼却処分しますということで、そうします。手間なんで、でもう結局、いろんなことを検討した上ですね、明日一本一本全部抜きます。STMCT さんに言われたようにゴリラのごとくウフウフやりながら一歩一歩、結構なんでしょう、路地のナスとかとは違って、路地とは関わらずか、ナスと違ってもっと楽に結構抜けるんで、いけるかなと。そんなに1時間半ぐらいゴリゴリやってれば抜けるかな。そして全体を見たいなと思って、そうした時の線虫の根っこ多少でもついてたら、ハウスの外に持ち出して焼却処分、はい、するつもりですね。それからホークスさん、もう一つですね、こちら私も知らなかったんですけど、原農園さんは田んぼには竹パウダーですね入れても、肝心の野菜作ってる畑やハウスには竹パウダーほとんど入れていないし、全国的にも竹パウダーはあまり普及していない、ここで宣伝するのはやめといた方がいいと思いますっていうことなんですけど、何なんでしょうね、やっぱりハウスとかだと、施設だと多すぎると窒素飢餓とか良くないことが起こる可能性がある、可能性があるというか起こるんでしょうね、入れすぎちゃうと。なので10R あたり50キロでしたよね、確か原田さんに言われた記憶があります。だから50キロって言ってもですね、なんだろう、肥料袋っていったら 2.5 体ぐらいで20キロ、だから本当に薄く入れる感じなんですよね、施肥量的には。って聞いてますね、原田さんから50キロだからハウスの中とかだとほとんど入れてないっていうイメージになっちゃってるのかもしれないですけど、逆に言うと田んぼにはたっぷり入れてる感じなんですね、何トンとか。そして全国的にも竹パウダーはあまり普及していない、確かに。この私もそんな多くは知らないですけど、私の知り合いとかではあんまり使ってるって聞いたことはなかったですね、少なくとも。私がもう去年一昨年あたりから動画で、だから長野の H さんからも送ってもらったりとか、やっぱり竹の山があって、粉にする機械があったりすれば、原材料は安く上がるんで、ぜひそういう、私もちょっとあればどんどん入れていきたいなと思うんですよね、粉砕機っていうか粉にする機械。ないんで、つったら長野 H さんのご厚意で送ってもらったんですけど、ついでにっていうことで。乳酸菌です。竹ってすごい、その細胞分裂の速度っていうんですか、あれがものすごく早いと。だから成長ホルモンじゃないですけど、成長促進、発根とかですね、多分いい成分が含まれてると思うんですよね、植物に対して。だから私はやってみたい、株元鉢泥にこう塗りたぐるとか、竹パウダーをボンってで線虫を抑えるみたいな、本当そういうことをやったことがあって、実績あったりとかすれば、そういう使い方すれば、MN プラスと同じような使い方すればいいのかなと思ってますけど、結果が出ればいいなと。前回前々回とか結構竹パウダー、あとはなんだっけ、ソイルチャージとかですね、ソイルチャージか、懸垂車ソイルチャージとか使ったんですけど、やっぱりなんか、全面施肥になっちゃうと、結局その菌の生存競争で負けちゃって、結局線虫が結構出ちゃってたんで、そうなんですよね。竹パウダー自体は私はいいものだと思ってます。
で、あくまでもその線虫対策っていうところでちょっとこう実験していきたいなと思って、うん。ただそうなんですよね、届きましたんで原田さんのところから竹パウダーどういうふうにしようかなと思って、でまたそのミライプランさんのところの実験と竹パウダーもありますし、さらにもう一つあるんですよね、朝取りの会長から頼まれてる実験が。だそう重なっちゃうと、だから、はい、以上ですかね。本日も頑張ってまいりましょう。最初はピヨピヨじゃんけんパーじゃ。お、さて皆さん、質問です。オラは撮影中に 何回転げ落ちたでしょうか。またな。ピヨさん、こっちですよ。